11月の26日、ただいま12時45分、雷山山頂に上がってきました。少しですがサーバルブローが入ってきました。沖はと見ますと逆転層がまだ入ってますね。もう少し温まればこの逆転層がなくなると思います。あー、ドンっていく。中村さんのランディングですが、風がコロコロ変わってます。今山から吹いてます。ただこの風はコロコロ変わりますんで、なかなか高度が落ちません。どこから入ってもいいでしょう。風という風は、あ、やっぱ東から。おお、揺れる揺れる。おお、おお、すごい進化。おお。よしとしよう、僕も。ただいま15時20分、山頂、今まで無風だったんですが、アーベントが上がってまいりました。さあ、安西さん準備しております。もう行くしかない。安西さん上がりました。いい感じ。おー、だいぶ行きました。さあ、キーワードは日陰。風がない。お、フロントに持ち替えました。はい、 OK、 ゴー。お、いい走りです。はい。はい、続いて吉田さんが出ます。はい、どうぞ。オッケー。おー、いったー。フロント、フロント、自信のある人どうぞ。自信のない人は少し広げていただいて、受けとこう、出てから。はいはい、もうどんどん出そう。もう待ってる、仕上げ。ヘビーリズムにやった。よし、上がった。 OK、 お上手でした。拍手が出ました。まだ無理でした。風が止まっとば。2、3日痛かったですもん。あ、うん、これは大丈夫ですよ。今は大丈夫。これ完璧に一回小技のことを聞いて失敗したことがあるから、ね、親戚がみんな目と前でそこで小技が。あ、そう、実績見とったらダメですよね。あれは僕のせいですか。俺大丈夫、実績ないから。
多分分かってなかったもん、あの時は。石子、後ろから来ようけど大丈夫。いや、今はここは、こっちは前から来てます。でもあれはこっちです。なるほど。さあ、南斜面にやってまいりました。なだらかな斜面、ここは風が強くないと浮かないんで、回収は任せてください。雪が降った後に回収しますから。あ、もう置いてていいよ。おお、いい感じで上がってます。ダメ、走れない、走れない、走れない。さあ、歴史に名を残すか、小笹さんです。近代の歴史、伝説の男になるか。どういうふうな伝説か知らんけど、それともただの男になるか。風が強い時行きましょう。いや、西風の時はあの斜面使いますね。ジャンプ台があれ、ね、や上の方あるでしょ。ジャンプ台とかあったと、上がってたって。ここがスキー場やったと昔。リフトないよ、歩き。歩き歩きです。ああ、一箇所引っかかった。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。よいしょ。お、さあ、浮かせてくれるか。浮かない。ダメだ。